皆様おはようございます。はやとです。ここは新三田駅です。今回は宝塚線クロスシート車両の普通大阪駅に乗ってきた動画をお届けします。基本的に宝塚線の普通電車は高槻駅がほとんどで、右側に止まっている207系や321系での運用が多くなっています。しかし新三田を出るクロスシート車両の普通大阪行きは平日3本、土曜日曜は1本しかなく、笹山口駅や福知山駅、新三田駅の運用は平日5本、土曜日曜は1本しかありません。今回はそのうちの1本、新三田8時3分発の普通大阪行きに乗って終点大阪まで乗っていこうと思います。ちょうど2番乗り場からは新三田7時51分発普通 JR 東西線経由花店行きが発車します。今回乗車する8時3分発普通大阪行きは2番乗り場から発車します。しかも転換クロスシート車両の運用の大阪行きで唯一2番乗り場から発車する運用なんですよね。大阪発の電車としてやってくるため折り返し列車です。7時56分に到着します。到着する2分前、7時54分に笹山口からの快速大阪行きの207系がやってきました。この駅で特急コウノトリ4号新大阪行きを退避します。こちらの207系はロングシート車両の快速電車です。今回乗車する普通大阪行きは転換クロスシート車両なため、種別車両逆転現象が見られる時間があるんですよね。今日の207系は GTO 車が多いな。まもなく2番乗り場に折り返し8時3分発普通大阪行きが6両で参ります。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。2番乗り場に電車が参ります。ご注意ください。電車が参ります。ご注意ください。ということで新三田駅2番乗り場には8時3分発普通大阪行きがやってきました。こちらは JR 西日本の225系6000番台ですね。しかも東洋 IGDTVV 部 F インバーターを搭載している唯一の編成ですね。私はこの音好きなんですよね。嬉しいです。いやそれにしても上位種別が外れ車両でありながら隣の下位種別の方が当たり車両というのはなんか新鮮ですよね。先ほども言いましたが、この225系の普通大阪行きが転換クロスシート車両の大阪行きで唯一新三田駅2番乗り場から出発する運用なんですよね。側面表示は普通が幕式で大阪が3色 LED になっています。早速乗車していこうと思います。貿易始発なためドアは半自動となっています。ドア横の開けるのボタンを押して乗車します。車内はオール転換クロスシートになっています。この席しか勝たん。
225系には321系同様に車内に案内モニターがついています。遅延情報や停車駅を案内してくれるんですよね。これ分かりやすいから助かります。7時59分快速大阪行きが発車していきます。8時3分普通大阪行きが新三大駅を発車していきます。隣の三田駅を出発したところですが、車内は座席が埋まるほど利用者がいるんですね。普通だからそんなに乗ってこないと思っていたのに、通勤通学での乗車率恐るべし。この電車は普通電車なため尼崎までは各駅に止まります。新三田を出てから8分で道上駅までやってきました。この駅に止まるのは区間快速でも見れるため違和感はないですね。8時11分道上駅発車していきます。ここから生瀬までの区間はトンネル区間を走行します。新三田を出てから21分でやってきたのは宝塚駅です。この駅で後続の快速 JR 東西線経由同志社前駅を先行させるため6分停車します。宝塚駅3番乗り場に8時に17分発快速 JR 東西線経由同志社前行きやってきました。この快速、新三田を発車する際に隣にいた車両です。それがここで追いつかれたわけです。8時に17分快速 JR 東西線経由同志社前行きが先に宝塚駅を発車していきます。8時30分宝塚駅を普通大阪駅発車していきます。新三田を出てから35分でやってきたのは川西池田駅です。基本的に普通電車はこの駅で退避をするのですが、先ほどの宝塚で退避をしたため宝塚から尼崎まではこの普通が先着するんですよね。6時台7時台には宝塚、川西池田、塚口のうち2駅を使って退避をする普通電車もあります。8時38分川西池田駅を普通大阪行き発車していきます。普通大阪行き、次の停車駅は北伊丹です。そのため225系みたいな転換クロスシート車両で、かつ案内モニターで北伊丹を出しているのは違和感あります。区間快速は川西池田から大阪間は快速運転しますので、
新三田を出てから43分で稲寺駅までやってきました。先ほどの北伊丹含めたこの駅と隣の塚口駅は基本的普通電車での運用が多いホールロングシート車両の207系か321系が停車しますが、この車両は225系、定期とはいえど停車シーンを見られるのは朝方のみなため結構レアなんですよね。8時47分稲寺駅を225系普通大阪行き発車していきます。撮影できていませんでしたが、尼崎到着前に神戸方面からの JR 神戸線と合流します。新三田を出てから51分で尼崎駅までやってきました。この駅では播州阿光からの新快速京都方面安行きを先行させるため3分停車します。この普通大阪駅の次の停車駅は終点の大阪です。この普通含めた朝方走行する宝塚線普通大阪駅、大阪発の宝塚線普通はなんと尼崎と大阪の間にある塚本駅を通過します。各駅停車とは言っていないですし、普通は一部地域では通過運転するところもありますからね。8時55分新快速京都方面安行きが先に発車していきます。8時57分尼崎駅を普通大阪行き発車していきます。尼崎を発車するとすぐに神崎川を渡っていきます。渡り終えたら大阪府を走行していきます。それと北新地京橋方面の東西線とお別れします。そして電車は塚本駅通過していきます。この塚本駅の外側のホームには鉄のホーム柵があり、乗り降りできないため通過せざるを得ないため通過運転するわけです。それと普通大阪駅は塚本駅で降りる人は尼崎で4分から10分ほどの接続で普通高槻駅や京都駅に接続します。多分ですが東西線方面の電車と接続する形で組まれていると思いますが、接続時間的にも便利な方だと私は思います。ということで新三田を出てから1時間ちょうどでやってきたのは終点大阪駅です。乗ってきた225系6000番台は回送列車となり、網干総合車両所宮原支所へと移動します。宝塚線の転換クロスシート車両の普通大阪駅に乗ってきた動画はどうでしたか。塚本を通過したり北伊丹などのような普段通過する車両が停車するといった面白いですので、通勤通学の際利用できる方は利用してみてはいかがでしょうか。本日の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。